Santa Gaetano, sunny days Peso. アフターコロナの高遠山で。ミーナンザグライダーのサニーデイスペシャル、アフターコロナの高遠山で。さあ始まりました。福岡天神の FM 局コミテンと YouTube ミナグラチャンネルをネットした音楽番組サニーデイスペシャル、エピソード7。はい、7ですよ。はい、あと残すところ2回なりましたね。あと1回です。もう一回そうどういう計算ですか。はい、ということでね、張り切って参りたいと思いますが、お相手は私ミーナ・ザ・グライダーのヒデとボーカルのミーナでお送りします。世間は相変わらずのコロナ禍でございます。ライブに行きたい、フェスに参加したい、そういった声ね、本当多いと思います。ただね、長い年月をかけてつながるロックミュージックの灯火、なくすわけには参りません。再び灯されるその日まで、そんな新しい時代に向けてのミナグラサニーデイスペシャル、どうぞお楽しみください。はい、ダチョウの方も YouTube の方も最後までお付き合いどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ミナンタグライダーのサニーデイスペシャル、ミナンタグライダーのサニーデイスペシャル、エピソード7。さて本日のメニューは、はい、すでにお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、スタジオの方はねちょっと見えないと思うんですけど、こちらの後ろのフラッグですね、はいはい、ちょっと変わってますね高遠山フードフェス、ね、そうなんですよ、そうなんですよ。なんで、はい、うん、このですね、うん、フェスをイメージしたソング、ジオラマにスポット当てたいと思います。そうなんですよね、まあ、ミナンザグライダーのね、高遠山、ロックフェスではなくって、こちらはフードフェスのイメージソングということで、はい、まあ、編集もねイメージソングやりましたけどね。そうですね、なので装いがこれはもうフードフェス用のフラッグ、はい、色がちょっと変わってますね、はいはい、デザインはほぼ一緒なんですけどね、うん、これ同じ日にね、高遠山という山のね、小高い山の、はい、頂上芝生公園というところで、はい、芝生広場かな、うん、芝生広場で、フードフェス、はい、でステージももちろんあって、はい、そこにはね、ロックフェスではなかなか、ない、弾き語りだとかね、うん、そうですね、あとダンスとかね、はい、アイドルグループとかね、はい、そういった、まあ、華やかなねフェス、うん、同時開催やってたりするんですね、はい。これはご当地グルメですね。そうね、ほんとね、九州、美味しいものがね、いっぱい、うん、変わったものいっぱいありますねどんだけ変わって、うん、ちなみに北九州はね、焼きうどんの発祥地とかいう、うん、焼きうどんはもう北九州から、南海メインでね、はい、焼きうどんやってたりね、美味しいですよ、美味しいですよ、はい、何の宣伝してるんだって話ですね。まあ、この曲はね、実はね、ジオラマって言うんですけどね、もともとはね、そうじゃなかったんですよ、うん、フードフェス用に作った楽曲じゃないんですよ、うん、元はね、もともと北九州のラジオ番組の中で、うん、いろいろ番組の中で会話してて、メール読んで会話してて、ね、まあ、オリンピックの話になったわけですよ、はい、ね、東京おもてなし、ろくでなしみたいなそういう話題をこう、ラジオでやってたんですけど、うん、で俺がね、いやオリンピック東京でやるなら出たい出たいって言ったことからなんですよ。それみんな思うよね、出たいってね、誰しも思うよね。ただ残念ながらこの貧弱な体じゃそんなスポーツじゃ向いてない、うん、だったら音で勝負だぜっていう話になって、あ、そうか、開会式とか閉会式とか、うん、こうなんかライブとかねやるじゃん、うんうん、もう外国とかもすごいや、ジミー・ペイジがなんか出たりとか、うん、あ、そうね、もうロックアーティストがバンバン出る世界じゃないですか、うん、だったらちょっとミナグラで、うん、オリンピック目指そうぜっていうことで、うん、それ用に実は書いた曲なんですよ、はい、もちろんね、はい、
まだ土俵にも上がってないようなみなぐらがオリンピック受けるわけないけど、はい、ただ、ね、当時まだ1年2年あったから、うん、その間になんか話題をさらったら出れる可能性はゼロじゃないじゃん、うん、言ってみるしかとりあえずに、うん、言ってみるしかない、ね、でもうオリンピックイヤーになったけど、うん、そういうオファー来なかったので、これはダメだと思って、フードフェスにイメージソングに代わりにしていただいたという、はい、そういう流れなんですよ。そうですね。けどみんな待って、けどオリンピック今年なかったの、俺らのために延期。まさかいや、まだ可能性はゼロじゃないかなと思ってですね、まあフードフェスはもちろんやけどね、まだまだオリンピックを目指そうぜっていうことで、そうですね、この曲の可能性はまだ残ってるということで今日紹介したい。はい、そんな感じで、はい、ありがとうございます、じゃあ、ね、夢は大きいですね。曲に関してはね、はい、この後、はい、Men Underground No Sunny Days ミナーズグライダーのサニーデイスペシャル、本日はですね、オリンピックのテーマソングになるかもしれないジオラマ。そうですね、まあ、この曲はね、まあ、俺がね楽曲また作って、はい、まあ、ミーナに渡して、はい、詩を書いてもらったんですけど、はい、なんかこの曲に関するなんか思いとかイメージはある。はい、うん、詩の中に、はい、世界でたった一つの声という歌詞を入れたんですけど、はいはい、一番目立つところだね、うん、はい、これはですね、うん、誰の私が中学生の頃まだ本当にガキンチョの頃、はいはい、日向ぼっこしながら縁側で聞いた声、うん、それが、うん、椎名さんの声だったんですね。ああ、もう偶然にもって感じ。そうです。うんうんうん、でその時の情景というかその時の感動、はいはい、おなんかもう澄み渡るもうすごく綺麗な青空にラジオがこう響いてるその声が大好きって思って、あ、ラジオで聞いた椎名さんの声だった、初めて、うん、でその時に思った言葉が、うんうん、はい、世界でたった一つの声だって思って、それがずっと私の中で残ってたっていうか、ね、けどあるよね、まあ、それまあ椎名さんじゃなくてもね、みんなそれぞれね、本当アーティストの声に響いてくるみたいな感覚はあるよね。それから偶然にも椎名さんだった、ね、それはなんか縁を感じるね、ものすごくね。もう中学生の時っていろいろ何もかもかこう新しく感じるというか、何を聞いても何をやっても、ね、キラキラしてる。そうその時のうん、うん、感動がずっとありましたね。なるほどね、うん、あ、じゃあそれがまさにこの高遠山のね、フェスを飾る歌になったというのはすごい縁を感じるしね。うん、そうですね。なるほどですね。いや、それでね、まあ曲に関してはね、まあやっぱりキラキラ感はものすごく、うん、イメージしたわけですよ、うん、やっぱオリンピックですからね。そうですね。しかも世界から。そうです。世界にはいろんなリズムがあり、はい、いろんな音楽がある、うん、でその中でいつものミナグラの世界とちょっと違いますね。変えたんですよ、わざとね、うんうん、本当いつものミナグラっていうのは我々が好きな音楽を 100% でやってるんですね、うん、けどこの曲に関しては本当オリンピックイメージで、うん、なんちゅうかな、まあ、いろんな方に届くよ、ね、うん、そんなイメージものすごくあって、うん、だから普段ミナグラではやらない、なんていうのかな、一曲にいろんな要素が詰まってる感じ。もともとミナグラの楽曲作るときって、まあ、アルバムやっぱイメージしてるんですよ、うん、この曲はもう勢いだけ、うん、この曲はちょっと変則これは悲しいとかね、要するに起承転結っていうのを、アルバム一曲一曲で起承転結って感じで作ってるんですよ、うん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 、でその、4つのイメージをもうこの曲は1曲にまとめた、うん、ただう、ね、今売れてる曲ってほとんどが出さない、うん、でもこの曲はこうイメージ的に高く高く広く広く飛べみたいな、行けみたいな、
そう快適だみたいな気持ちいいぞみたいな、ね、爽快爽快それそ そう言葉が出てこない爽快な気持ちに、うん、それは多分何かを挑む前に聞いてほしいなっていう、ね、そういうことかね、うん、そういう感じの曲であり歌詞でありサウンドでね、そういう作り方ですね。うん、でここで、まあ、まあいつものね、ギターのチャームポイントだけど今日はあえて久しぶりですねテレキャスターで、はい、もうあの俺の手にして40年選手そう、勝手にオールドにしてしまった、はい、テレキャスターでちょっとやってみたいと思うんですけどね、イメージね、こういうオープニングテーマで始まるんですよね、はい、だここはちょっとミナグラというかヒデギターのちょっとこだわりなんで、はい、そこだけ今日はワンポイントで紹介しております。これ爽やかです、メジャーセブン入ってます、うん、でそこでポイントなんですけど、あの多分スタジオ系、うまいギタリストがですねこの曲をイメージするとこういう爽やか、うん、爽やかコードカッティングになると思うんですね、うんうん、もしくはファンク、なファンクなノリファンキーなノリ、うんうんうん、あえてこの曲のヒデギターはね、うん、あえてベタ弾きしてるんですよ、はい、これがミナグラサウンドの、うん、唯一の主張、はい、これは多分俺らの音楽分かってる人だけがニヤッとする感じの隠し、まあ、カレーライスに入れるチョコレートみたいなもんですよ入れないあそんな感じでね、うん、なのでフレーズ云々曲のなんていうかなイメージ云々というよりは、そういうそこにこだわった、うん、爽やかだけど、はい、けどミナグラサウンドに違いないね、うんうんうん、そういうツボをこう入れたりするのがね、うん、なんか音楽を作る上でのある意味楽しみであり醍醐味であり、うん、はい、チャームポイントまさにチャームポイントですね、今日はそういう感じで、はい、ベタなカッティング、うん、そこにポイントを、絞ってみました、はい、それではね、楽曲を紹介してください。はい、ミーナンザグライダーでジオラマ、サニーデイグッバイ、また来週。